はい、こんばんは。ピースの渡辺です。今日はちょっとね、残業気味な、残業だね、今日の仕事はね。夜になりました。もうね、9時ちょっと過ぎるところかな。もうね、9時過ぎてたわ。なんで今今日はガクトがね、うちの方に、新人で入ったやつ、ガクトが来てたんですけど、ガクト今車の、引き取りの方をね、オークション会場まで、森くんが今日手伝いに来てくれてまして、森くんと一緒にね、今日の夜行ってました。もうそろそろ帰ってくるのかなと思ってね、私も今動画の方編集しながら終わったんでね、もうちょっとで帰ってくるね。私中古車屋さんをやってて、このね、福島県の私相馬市ってところで商売やってるんですけど、あの隣の県、宮城県の、これ仙台市郎っつって、宮城県で、まあ、出てきたなんか服の紙みたいな感じでね、宮城県の発祥の際の服の紙、仙台市郎ね、飽きない、商売は飽きないという、それは面白くて仕方がないから飽きないなのだ、いつも面白いから笑顔が絶えないから商売となる。いらっしゃいませ、ありがとうございます。いつも活発だから商売となる。飽きない商売を面白くないと思っているとすぐ飽きる。いつも不平不満や愚痴が出て心が次第に傷ついて商売となってしまう。こんなお店にはそのうち誰も寄りつかなくなり、商売となって消えてしまう。商売をしているのか、商売をしているのか、商売をしているのか、飽きない商売をしているのか、ね、私こういうの大好きです大好き。うちのお父ちゃん、うちの親父もね、昔商売やってたんですけど、ね、米屋さんの仲卸みたいなことやってたりさ、あとちっちゃな、商店、雑貨とかさ、食べ物とか売ってるちっちゃな商店とかね、うちの母親とね、やってたんだけど、うちの親父は米屋さんでね、母親は商売、商店か、やってました。ね、まあね、うちの親父も頭悪いからさ、私がちっちゃい時に、子供の時にね、私、カズシって言うんだけど、カズシなーって。商売は、あ、違う、アギナイは、アギネーでやっから、アギネっつんだ、つってさ。ほなおびつで。ね、一緒だよね。面白くて仕方がないからアギナイなのだってね。アギネーでやっからアギナイなんだよね、商売ってね。いや、ほんとに。全くこの通りだと思うよね。飽きないは飽きないもんな。面白くて面白くて。今日もね、なんかこんなやってさ、夜まで仕事やってるけどさ、あっという間。ほんとあっという間。ほんと体はね、ほんとくたくたになるまで仕事するんだけどさ。でも、全然苦にならないもんね。ほんとに。今日、シガちゃんとケンイジもね、ちょっと今日は残業の感じでね、ついさっきまでいてくれてたけどさ、なんだかんだね、明日ちょっと納車業務でね、遠方の方にいるから、まあ今日ね、動画2本上げてたけど、それでね、秋田県の方に行くなんて伝えたけどさ、ね、それの段取り組むのに、ちょっとね、今日は遅くまで、やっててくれましたよ。でもね、でも彼らもさ、いや本当によく頑張ってくれる、ね、いつもありがとうね。いや今日はほんでガクトは、ね、日中失敗して、まあ別に失敗したってさ、なんてことないんだけどね。ほんでちょっとね、私に怒られて
罪滅ぼしじゃないけど予定してなかった夜の車の引き取りついていきましたほんで自分で今仮ナンバーくっつけてね自走で走らせてくるってことで今走ってきてますいやいいことだ。よいしょ。いやーでも疲れたね。今日も一日が終わりました。明日は何だっけ、何かあったっけな。この間そういえばこんな美味しそうなおまんじゅうお土産いただいたりしてましたね。本当にありがとうございます。最近つうかね、前々からだけどこの YouTube 動画の方配信しててさ、このさ YouTube 動画の方配信しててね、ありがたいことに、動画の方見てくださってね、ピースにご来店いただいててさ、お土産とかいただくのね多々あります。本当にありがとうございます。みんなでさ美味しくジュースもらってたりさ、お菓子もらったりして、みんなで一服の時にね、みんなで美味しくいただいてます。本当にありがとうございますね。こんな福島の田舎の方でさやってる、単なる中古車なんですけど嬉しいです。うまい。そういえば今日ね、ピースで、あのいつもお願いしてる看板屋さん、広告屋さんっつったらいいかな、今日回ってくれて、今度あのピースのオリジナルのバスタオル、今まで3パターン作ってたんですけど、もうそろそろストックしてた在庫の方がなくなってきそうなんで、ちょっと新しいパターンのデザインお願いしますってことでさ、今日せっかく来てくれたから注文しておきました、うん、新しいタイプのピースのバスタオルです。どのぐらいになるかね、1週間じゃない、1ヶ月ぐらいで納品になるかな。まだデザインの方今からね、作ってくれて、うちの方にあの、まあ、確認の方ということで、うまいんだまだこれが、本当にねうまいんだ。私と年あんまり変わんねえんだけどさ、その人も自分で独立してね、看板屋さん、広告屋さんか、独立してやってる方なんだけど、まあ、天才だね、本当天才だと思う。うまい。私がさこう喋ってて私のイメージはこういう感じなんですって言うと、このまんまね、あのそれをデザインに作ってくれてさ、じゃあのゴリラの看板とかもそうだけどね、私をモチーフに作ってくださいっつってさ、もう最高だね本当に。で、まあ、今回も多分いい感じのバスタオルデザインしてくるかなと思っててね、楽しみです。なんであとピースの、あの私とシガちゃんとケンイチの、まあ、アニメキャラみたいなの、作ってもらったんですけど、それもイラストキャラか、イラストキャラね作ってもらったやつあってさ、まあ、それもさちょっともう私のキャラをちょっとこううまくこうもじってもらうとかちょっと使ってもらって、ちょっと面白めなステッカーを作ろうかななんてさ
さっきのやつだけどさ。これはあの仙台四郎さん、仙台四郎さんのあの手ぬぐいあったじゃないですか。これね、置物なんですけど、これね、置物、これはあの私、これ福の神、仙台四郎さん、福の神、商売の商売繁盛、仙台四郎ね、福の神。私、こういうのもね、大好きで、これは家族で温泉旅行に行った時にお土産に買ってきたんですけど、これ仙台四郎なんかちょっと似てるかなと思ってまあ一応ね、長くちょっとね、この仙台四郎さんをちょっとこう、もじる感じで、なんかこう、私をステッカー作りたいなので相談してさね、こんな商売繁盛したいね、家内安全でいたいね、本当に日々そう思います。まあそれもね、ちょっと今デザインの方お願いしてて、まあどんな出来になるかわかんないけど、中でもね面白いの作りたいなと思ってね、せっかくこうやってさ YouTube 配信しながらね中古車屋をやってるんで、まあこの辺のもできたら、でもそれも1ヶ月ぐらいだろうね、今からデザインの方やってもらって1ヶ月ぐらいで納品なのかな。まあ一応ね、あのやっぱりこうやって商売ってさ、やっぱ面白いぐやりたいんだよね、楽しみながら商売したいから、うん、なんかねやっぱりせっかくねこうやって自分でやってるんで自由にやりたいよね、ほんと面白くやりたい、自由にやって楽しみながらやって、本当に、うん、まあ無理なことはできないけど、無理なことはできなくてもさ、自分でできる範囲の中でね、あーあれやってみてえなー、これやってみてえなーって思うことをね、やっぱりいろんなこと挑戦していきたいなと思ってさ、せっかく今回ガクトもね無事に来るからさ、来たからね、だからあいつのこともしっかりと、ね、育ててやってさ、私がね38歳だけどね、23歳で独立しました。そっからねもう14、5年商売やって、いろんなことをね、ほんと日々勉強だなと思いながら、いろんなことがあってね今になってますけど、ガクトにね私のねやっぱりいろんな経験をこう、ほんと私自身はいろいろ遠回りしながらね、いろんなことこうやっぱり遠回りいろいろありましたね、うん、まあそれがいいこともあるだろうしね、まあ無駄だった部分もあるのかもしれないけど、これ分かんないけどね、無駄かどうか分かんないけど、でもねやっぱりせっかく学徒ね私が教えられることはさ、もうなるべく最短ルートで教えてあげたいもんね、うん、つってもお前私自身もまだまだ勉強不足なとこいっぱいあるんでね、全然まだ出来上がってるわけじゃないんで、全くもってまだ未熟もんです、ね、本当に上を見上げればキリがないんで、でもね、ほんとどこまでなれるか、せっかくね、こうやって商売やってるんで、できるだけ、まあそんなに大きくなくてもいいけどさ、やっぱ結果残したいもんね、ほんとに、低価格っつったらフィーサって言われるぐらいに、やっぱりこう結果を残したいもんね。やっぱりね、お客様を騙すような商売はできないんで、ね、本当にお客さんに喜んでもらって、2回、3回つながって、ね、ちょっとずつの利益でもいいんですよ。ちょっとずつの利益でも、たくさんのお客さんから、ね、長いお使いできるお客様、たくさんのお客様といっぱいつながって、長くお使いできるとさ、結果としてちょっとずつちょっとずつもらってる利益でも、大きな利益につながると思ってね、私は商売やってます。だからお客さんに喜んでもらって2回3回つながるようにね、そのつもりでやってます。ガクトがまだ帰ってこない、森くんも早いね、一緒に行ってるけどさまだ帰ってこない、まあ、とりあえずねあんまりこう喋ってると長くなっちゃうんでね、こんな感じで、アイザロ帰ってきたらあと、車の方に下ろしちょっと手伝ってね、ご飯でも食べて帰ります。また明日、明日はね、ケンちゃん、シカちゃんいないからな。
学徒は食うけど、まあ学徒とまあなんかやってますそんな感じで、今日はねちょっと最後に私のくだらないお話動画でした。また何かありましたら定価格者専門店ピースどうぞよろしくお願いいたします。バイバイ。